です。よろしくお願いします。いよいよ今日の中国語講座は第3話になります。今日のキーワードは在です。在の意味は何々している場所を指すときに使います。それじゃあ今日の例文を見てみましょう。どうぞ。喂，你现在在干什么？诶，现在吗？我现在在做瑜伽。不好意思打扰你做高难度动作了，之前不是借给你一把折伞吗？那个在哪里？啊，那个啊，我放回冰箱里了。啊，有啦有啦，谢啦。今の例文に出てきた我现在在做瑜伽の意味は我は私、現在、違います。現在は今、在はしています。做瑜伽はヨガをするという意味になります。だから我现在在做瑜伽の意味は私は今ヨガをやっています。他にもこんな時に使います。我在吃面。あと在はもう一つの使い方があります。それは方向や場所を指す時に使えます。例えば私は会社にいます。中国語は我在公司。我は私。在場所を指す時に使います。公司は会社です。だから我在公司、意味は私は会社にいます。他にもこんな時に使います。喂，啊，我在车站。拜拜。皆さん、今日のレッスン分かりましたか？じゃあもう一回復習しましょう。在の意味は2つあります。1つ目は何々知っていますの時に使います。2つ目は場所や方向を指す時に使います。この在は旅行する時に、連絡する時に、いろんなところに使えるので、ちょっと難しいと思いますけど、皆さん一緒に頑張りましょう。それじゃあ次回、基礎ワードの最後になります。今日も見てくれてありがとうございました。じゃあまた次回よろしくお願いします。バイバイ。この動画が参考になった人はグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。文法や発音など中国語の基礎はサイトに載せてるので、しっかり勉強したい人はチェックしてくださいね。バイバイ。